ーバーマシャペイです。今回はメイヤーイム金沢八景店さんです。2周年祭の限定を食べてきましたよ。京急金沢八景駅徒歩3分のところにありますメイヤーイムは淵野辺が本店です。2号店が金沢八景店さんです。5月15日に2周年祭が開催。開店前に50人以上もの並びができました。メイヤーイムの限定は人気がありますね。今回の限定はビャンビャン麺です。二郎系のビャンビャン麺ってどんなの、興味津々で行ってきました。コールはニンニクのみでした。ではいただきます。メイヤーイム金沢八景店さん、2020年5月にオープンされてから、これまでコロナ禍の中でも試行錯誤されながらも今の安定した味を提供されてて、地域に愛されるお店になっています。接客の良さやお店の雰囲気、店主の師匠の人柄もあって、人が集まっている感じがします。今回 YouTube を見られている方からネギのプレゼントをもらいました。ありがとうございます。今回たくさんの方にお会いできて、お隣の方も見てくださってるとか言ってもらえて、めっちゃ嬉しかったです。やっぱりお祭りな雰囲気で楽しかったですね。クラッシュナッツの食感やごまの風味がよくバランスしていて、めっちゃ美味しかったです。結構あっさり系な味わいでもあって、超好みの一杯でした。すごい美味しかったです。食べにくそうで食べやすい味わい。さあラストスパートです。ラーメンパワーで明日も元気。美味しかったです。ごちそうさまでした。
麺屋M金沢八景店さん、今回の限定麺が非常に特徴的でした。でも美味しい麺でタレとよく合っていて美味しかったです。また食べたいな。次の動画は間開けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。終了。